まだ記憶に新しい去年のイタリア戦、日本は世界トップレベルのイタリアを相手に引き分けた。この日エース中田はベンチスタート。代わってピッチに立ったのがこの男だった、森島弘明29歳。ありがとうございます。森島は日本一腰の低い J リーガーと呼ばれている。口癖はこの言葉、頑張ります頑張ります頑張ります、頑張ります。何を頑張るよ。森島の自宅は大阪西区。今日も一日頑張った。2年前に結婚した友香さんと2人暮らし。練習が終わるとまっすぐ家に帰る。何飲まれますか？森島は身長168センチ。大きいなれるわ。ないな、牛乳も飲んでるし、うん、私はビール。牛乳どんだけ飲んでるかもおかしいよ。骨は丈夫になってるかもしれんけどね。丈夫になりすぎて上に飲みんかったじゃん。どこでどう間違えたんか。森島の持ち味は俊足と圧倒的な運動量。どこからともなく現れてはゴールを決める。 J リーグ通算77ゴール。だが最近は不運が続いている。2年前にはオーバートレーニング症候群と診断され、1ヶ月の完全休養を強いられた。原因は病名の通り練習のしすぎ。去年は所属するセレッソ大阪が J2 落ち、移籍が取り沙汰される。レベルの低い J2 で戦うことは代表争いにマイナスになる。来シーズンの森島さん自身の身の振り方っていうのは何か今考えありますか？いや、まだ残り試合ありますので、しっかり、はい、勝つことだけ、ね、頑張ります。頑張ってください。森島は人生の岐路に立っていた。私もみんなに答えてるんですけど、森島がまあそう思うなら別にどこでもついていくしじゃないけど、そういう気持ちがあるから、それも分かる。てか相談はなかったよね、うん、森島の決断はセレッソ残留だった。チームが苦しい時だからこそ、森島はそんな男だ。このキャンプを終えた2日後には代表候補の合宿が待っている。他の代表候補はほとんどが森島よりも若い選手だ。ワールドカップに、ね、今年かける意気込みみたいなのがあります。あると思うんですけど、意気込みというかね、まあ、自分の中では最後のチャンスだと思うんで、最後まで残って試合に出れるように頑張っていきたいなと、ただそれだけで頑張ります。森島弘明29歳、通称日本一腰の低い J リーガー。日本代表に一人くらいこんな男がいてもいい。